あ、あ、久保さん。また、稼げない人の質問来ましたか。まあ、今回のテーマは、うーん、うん、あなたが、あなたが気にしているの、うん、一番気にしているのはあなたであると。あなたが一番気にしているのあなたが一番気にしているのはあなたであると。 あなたが一番気にしているのはあなたである。あなたが一番気にしているのはあなたであると。まあ、あの、データをお伝えします。僕はあの、1万8000本、もうちょっとで8000本になるかな。あの、一般公開してます。顔出しして。で、えっ、ー、と、声をかけられたことがたった1回です。たった1回です。で、その声をかけられたのが、どういう出演者だったかっていうと、僕はあの、滋賀県、滋賀県で車がぶっ壊れました。 いきなり車、エンジン止まって動かなくなっちゃって、レッカーを頼んだんですけど、で、レッカーを頼んでる時も動画撮ってたんですね。ぶっ壊れもあの、車ぶっ壊れましたみたいな。で、シガで故障した動画が2万回ぐらいもそれも回ってるんですけど、まあ、撮ってたんですよ。で、そのレッカーのお兄ちゃんに、あれもしかして、アイコスの人ですかって言われました。まあ、あの、アイコスの動画、僕5万回とか2万回回回回ってるやつがあるんですけど、あの、怖いのは1万回とかね。 まあ、アイコス系の動画でトータル、その、いっぱいあるんで、まあ回ってるんですけど、あの、1万、八千8000本ぐらい顔出しして、顔出しして本名をさらして、顔出しして本名をさらして、1万7000本ぐらい、1万8000本ぐらいアップして、声をかけられたのが、アイコスの人ですかと、たったもうこれだけです。一般の人に声かけられたの。 もう一度言わなくて大丈夫ですか <laughs> これが僕のデータです。事実です。事実です。もうそれ以外街中で一度たりとも声かけられたことないですね。<laughs> そんなもんですよ。だって申し訳ないですけど、あなたのことを気にしてる暇ないですよ、みんな。申し訳なすね。あなたのことを気にしてる暇ないっすよ。みんな自分のことで忙しいし、みんな自分のことで 自分の悩みでいっぱいいっぱいだし、あなたを気にして生きてないですよ。はっきり言って。なんでそんな、あの、自信過剰なんですかよくわかんないですね。<laughs> え、じゃあ、四六時中365日、他人のことを気にして生きてるんですかあの人稼いでるかななんだあの人病気にかかってないかなとか。まだみんな知らない人そんな気にしてたら生きていけなくないですかだって全世界で今戦争してるところもあるわけじゃないですか。 じゃあ、その、なんだ、例えば、えマレーシア今、マレーシア、シアもう、バンバンやってますけど、じゃあ、マレーシアのこと気にして生きてるんですか子供、虐殺されてるんですよ。子供殺されてますよ。もう、な、もう、市民が何百万人、何百万人も殺されてるんですよ。気にして生きてますかマレーシアで殺、殺さ,殺されてる子供を、毎日意識して生きてますか生きてないですよ。そんなもんなんです。 だから一番気にしてるのはあなたです。いってらっしゃい。